んにちは。こんにちは。さあ朝配信より同じツッピンでも顔のむくみが多少取れてすっきり顔になりましたけど、どうですか。こんにちは。この配信はね、ヘアセットをしようと思います。こんにちは。テロップ書かなくちゃ。この配信は12時25まで、次15時05からヘアセットします。はい、ヤッホー。わさぴさん、たこちゃん、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。ということで、さあ25分の間に3のヘアセットは終わるんでしょうか。ストレートかけるだけだったらいけるんですけど。よいしょ。どうしよっかな。ウェーブを作るか、ストレートでいっか。ストレートにします。こうやってさ、髪の毛上げるとさ、めっちゃエクステなの分かんない？ほら、エクステ1本だけがこう自立し始めるから、量を減らすと。こんにちは。これもそうだけど、みんなが見慣れない光景だ、多分。こんにちは。さあ皆さん、お昼時でありますな。よいしょ。こんにちは。やっぱなんか今日はさ、9時ぐらいに配信始めたじゃないですか。7時に起きると1日って長いんだなって思った。今日結構あっという間にもうお昼の時間来ちゃったから、7時起きって相当1日長いですね。こんにちは。こんにちは。やっぱ朝活のためには早起きがベストやな。こんにちは。じゃあエクステです、この今ロングなのは。鏡じゃなくてさ、画面向けてやってるから髪が できてるのかが分からん。雰囲気でヘアアイロン通してる。こんにちは。みんなこんにちは。今日も暑いよ。そう、今日もなんか外が暑いという噂を聞いているので、みんな熱中症に気をつけてね。こんにちは。さやは家からまだ出ていません。よし、
よし、今左側だけヘアアイロンが終わってる。あんま分かんないか、まあ、多少ねこうやってうねってるんですけど、意外とさあのエクステは癖が出ないですね。でもほらこうちょっとこうまとまってるの分かります？ストレートにしたことによってそう。こんにちは、服かわいい、ありがとう。服って言い方なまってるんですよね。別にさ長野は服って言うんですけど、最近 YouTube 見すぎて他の人の方言が映ってます。これは愛知とかの方の方言です。こんにちは。関西も服っていうのかな、もしかしたら。あっちの方ねちょっとこうなまってますよね。なまってるっていうかイントネーションがこう違うよね。こんにちは。多分標準語は服。よいしょ、どうかな。 あ、皆さんありがとうございます。こんにちは。お腹すいたね。昼だよ、昼。さあお腹がすいた。もうさ後ろの方のさ地毛がさこう見えるかな、めちゃ跳ねるんだよね。ここが治らなくていつも。だからさ後ろの地毛ぴょんぴょん跳ねさせながら普段外に出てる可能性ある。地毛がね短すぎて治らん。どうしたらいいんだろう。エクステはさ長いからすぐ直しやすいんだけど、短いとむずいのよ。昼はそうめん食べました。あー最高、いいですね。なそれともさえが見ないだけでそうめん屋さんはあるのかな。皆さんというかランチメニューにそうめんみたいな。こんにちは。こんにちは。スマホの数値かと思ったら自分のお腹の音グーってなってこうスマホの振動かと思ったら、あそれ超おもろいやん。何か食べて栄養補給してください。最後配信終わったら軽く食べようかな。食べ物がないけど何食べよう。今日お米が終わっちゃったんだよね、朝食べたら。だからお米を炊くかどうにかしなくちゃいけない。でもお米なんかな、ちょっと最近ずっと食べてたから飽きちゃったんだよな。お米って飽きないと思ってたけど玄米はなんか飽きる。白米より味があるからかな。てかなんか炭水化物飽きた。パンが食べたいパンが食べたいんだけど、ちょっとパン食べて太るからな。それがこう難点ですよね。こんにちは。ベーグルでも焼こうかな。そう普段食べてなかったのに急にお米食べ続けると急に飽きる。ベーグルだったら多少他のパンよりヘルシーやからありかもわからんな。よいしょ、こんにちは。さあストレートになった。やっぱ後ろの地毛は跳ね続けている。これマジでどうやったら治るんだろう。ならない、見えないからいっか。栄養士さんからパンは控えるように言われちゃいました。あ、食べ過ぎてたんですか、もしかして。やちさん、たこちゃんありがとうございます。
こんにちは。かわいい。嬉しい、ありがとう。ストレートになったよん。今の地毛はこのくらい。だから今エクステ取ったらこんな感じになるのかな。もうちょっと地毛広がると思うけどさ。もうエクステ馴染みすぎてどのくらいの長さなのかピンとこん。こんにちは、初見です。初見さんありがとう。前髪もアイロン通すか。初見さんかわいい、ありがとう。嬉しい。開始10分で髪の毛のストレートが終わった。あんまりさ前髪作るの上手じゃないんですよね。普段メイクさんにやってもらっちゃうから上手にできたわ。上手じゃないって言ってたら上手にできた。うわ、地毛めっちゃ跳ねてる。なんで？なんでこんな跳ねちゃうんだろう。じゃあ髪の毛。諦めよう。トメさんタコありがとうございます。配信で見えないから諦めた。こんにちは。ヘアセットといってもストレートにするだけじゃつまらないか。でも今日はストレートでいいんだよ。ケンケンさんタコありがとうございます。こんにちは。編み込みできないしな。普通のね三つ編みやったらできるんですけど。かわいい、ありがとう。こんにちは。やばい、髪が短い、髪が短い、髪がここで終わった。こんにちは。よっ、こんな感じで編みたらしだったらできる。ロングだと加入始めのライブを思い出す。加入始めさえショートだったからロングはもう随分1年ぐらい経ってからじゃない。1年じゃないな、もうちょっと経ってると思う。ロングの時なんて2年ぐらい経ってると思うよ。ロングになってる時さあ、加入した時ショートだったんで。僕隊行きます。あ、嬉しい、ありがとう。頑張ります、練習。マジ今日の朝僕隊全然覚えれてないのに僕隊が始まる夢見てなんか本当に元気失ったので、それが現実にならないように頑張ります。ヘアセット終わったからヘアセットします。けそよし、こんにちは。髪の毛オーバーピー、え、やば、爆速で終わった、最高。こんにちは。あれ、ペットボトル、あ、ここに置いた。
こんにちは。そう、テツの時はね、エクステ外す。なんかもうそろそろね、エクステの寿命なんですよ、私。今なんか頑張って持たせてるんですけど、本当はもうその寿命なんですよ。だからもう鉄の時にはなくなっちゃうね。エイトの日まで持つかも微妙です。なんならそう、半永久的についてるものってわけでもないんですね。でもこうやって見るとさ、この辺が地毛終わるの分かるよね。ちょっと膨らんでる地毛が。こんにちは。よいしょ。こんな感じ。メイクしたい。でももうあと10分でメイクは終わらない。そういえば今日ね、セルフプロデュースの写真を撮らなきゃいけないんですよ。だからメイクをしなきゃいけない。肌だけ塗ってみる。よいしょ、ちょっと待って。ファンデーションどこ置いたっけ。じゃああれ、メイクポーチに入ってた。こんにちは、頑張ってください。ありがとう、頑張ります。よいしょ。こんにちは。耳にかけると耳の跡ついちゃうからダメだ。こんにちは。肌だけ綺麗にしよう今から。やば、お腹すいたな。こんにちは。 Good morning, Miss Echo and Evelyn。 あれ、さっきも来てなかった？もうモーニングの時間じゃないで。こんにちは。白似合うね。お、ありがとう。あ、でも海外からしたらモーニングの時間なのかな。じゃあさっきは超早朝だったってこと。今日はお出かけしないかな。牛乳買い行くぐらいかも。バチ近所のコンビニまで。こんにちは。暑いらしいからちょっと家から出るのは最小限に抑えようかなという感じです。こんにちは。よいしょ。急遽メイクをしています。この配信でする予定ではなかったんですけど、髪の毛セットするのが早すぎて。はい、スポンジでトントンします。お腹すいたな。何食べよう、お昼。なんかさっぱりしたもん食べたいけど、この家にさっぱりしたものなんてない。悩ましいですね。何なら今元気に食べれるんだろう。マジで暑いとさ、食べる気失いません？キュウリあるわ。モロキュウでも作って食べるか。キュウリお腹にたまらないんだよね。さっぱり食べれるものって大体お腹にたまらないんだよね。で結局すぐお腹すくで、またうわ何食べようってなるっていう。星集めしながら軽くパンを食べていた。あ、いいですね。パン、こんにちは。ね、夏バテすると食べる気マジでなくなる。
なんかお腹にたまりかつさっぱり夏バテしてても食べれるうまいもんってないかな。日曜日重力シンパシー見に行きます。お、イエーイ、頑張ります。はい、肌終わり。おうちメイクの肌は写真撮ったり配信するだけなので超マット。え、めっちゃ肌綺麗になるね、ファンデ塗るだけで。すごい変化量だ。日曜日昼公演行きます。お、待ってます。めっちゃ肌綺麗になった。 Yeah、よいしょ、こんにちは。チーク、肌だけメイクするっていう。目とかは後でやろう。こんな感じ、肌だけやるとどう？いい感じ。アロバス、いい感じでは。でもやっぱ肌だけメイクするとわかるね。肌だけメイクするとマジで肌綺麗になるから、いかに普段すっぴんで配信してるかがわかるな。意外と違い、肌だけやっても違いってあるな。くすんでる、すっぴんが。そんなことを言ったら元も子もないですが、まあそんなわけでね、もう時間が迫ってきてるのでランキング読みたいと思います。お昼も来てくれてありがとう。13位シンシューさん、ありがとうございます。12位ともちさん、ありがとうございます。11位キャロンさん、ありがとうございます。10位リサちゃん、ありがとうございます。9位ピアノマンさん、ありがとうございます。8位ヤスさん、ありがとうございます。7位タタヤマケンケンさん、ありがとうございます。6位ケンズリセブンさん、ありがとうございます。5位ヤチさん、ありがとうございます。4位ワサッピさん、ありがとうございます。3位ケンケンさん、ありがとうございます。2位村井富美男さん、ありがとうございます。そして1位はトメさん、ありがとうございます。イエーイ、みんなありがとう。じゃあ最後は15時までの配信、15時からの配信までにダンスを頑張って練習します。僕隊のね、頑張るんば。ということでみんなも午後からもお仕事頑張ってください。お仕事の合間に来てくれてる方、お休みの方もね、もしかしたらいるかもしれない。今日は木曜日か、わかんない、木曜休みの人がいるかもしれないけど、みんな午後からもチャキチャキ頑張っていきましょう。またね、バイバイ、イエーイ、ありがとうございます。またね、サリも頑張ります。お、切れない。